皆さんこんにちは、あかりです。今日は我が家の子どもたちも大好きなとある場所に向かっています。はい、着きました。こちらです。こちらはバッキーズといって、テキサス州民がこよなく愛する大型のコンビニエンスストアになります。アメリカでコンビニエンスストアというとガソリンスタンドと併設されているのが一般的なので、こちらもガソリンスタンドがくっついています。日本では考えられない量ですよね。バッキーズは世界一大きいコンビニとも言われているんですけど、半分がコンビニ、半分がお土産屋さんといった感じですかね。日本でいうサービスエリアのようなイメージです。で、トイレもアメリカで一番綺麗なトイレと言われています。確かにアメリカの公衆トイレはかなり汚いので、ここは他のお店に比べると安心して使えます。こちらは飲み物コーナーですね。ソフトドリンクだったりコーヒーが自分で注げるようになっています。そしてこちらはテキサス名物のバーベキューを使ったサンドイッチなどをその場で作っていて、出来たてを買うことができます。こちらはテキサス名物のピーカン、ナッツですね、を砂糖でコーティングした甘いおやつです。ちょっとこの辺のスイーツは日本人にとっては甘すぎて食べられないと思うんですけど、見た目結構可愛いですよね。いつも誘惑されてしまいます。こちらはマフィンやクッキーなどの焼き菓子コーナーですね。そしてこちらもテキサス名物の一つ、ビーフジャーキーです。こちらは量り売りをしているので少量から買えるんですけど、日本ではなかなか見ないいろんなフレーバーがあります。そしてこちらはフルーツカップやサラダ、あとはヨーグルトやデザートなどが置いてあります。一般的なコンビニにあるような食品だったり、あとはドライブのお供になるようなおやつはもちろんなんですけど、その他にテキサス産の蜂蜜だったりバーベキューソース、あとは調味料だったりジャムだったり、おしゃれなパッケージでお土産になりそうなものもたくさんあります。こちらはイギリスに住んでいた頃もよく見たんですけど、卵のピクルスですね。あとは普通のよく見るピクルスだったり、こちらはパスタソースですね。そしてここはジャムコーナーなんですけど、見てください、これサボテンのジャムみたいです。どんな味がするんだろう。そして皆さんもお気づきだと思うんですが、こちらのキャラクタービーバーなんですけど、お店の名物キャラクターのバッキーくんです。このキャラクターもすごく人気で、ここにはバッキーくんのキャラクターグッズがたくさん売ってあります。こういった可愛いプリントの T シャツもたくさんあります。
うちもバッキー T シャツ大好きで、定期的に新しいデザインのものが入っているので、行くたんびに必ずチェックしてます。なんか見て、バナナ。洋服以外にも枕とかタオル、あとはぬいぐるみだったりボール、もう本当にいろんなバッキーグッズが売ってあります。パジャマや水着まであります。あとはテキサス絡みの T シャツだったり、あとテキサスの大学の T シャツとキャンプ用品も置いてあります。この辺はまさにテキサスっぽいイメージの洋服、 T シャツとか、あとは帽子とか小物が置いてあります。そしてこちらは私の大好きな雑貨コーナーです。キッチン用品だったり、お家の中外の飾り付けなんかがたくさん置いてあります。もうテキサスの人たちはテキサスが大好きすぎて、こういうまな板なんかもテキサス州の形にしてしまいます。本当にね、何でもテキサスの形にしちゃうっていうぐらい地元愛がすごいです。そしてもう一つテキサスの人が好きなのが、こういった牧場に関連したデコレーションです。これはテキサスだけに限らないと思うんですけど、アメリカの田舎の方ではファームハウスというデザインスタイルが流行っています。この牛乳瓶のキャンドルもすごい可愛かったです。なんで買わなかったんだろう。そしてこちらは子どもたちが見つけた機械なんですけど、これは自分が持っている1セントのコインを潰して記念硬貨が作れるという機械でした。Now spin.もっともっともっと、あ、出てきた。 Let's see which one you got. 見せて。Look, look at his penny. Penny. もっともっともっと。仕上がりはこんな感じです。
そしてこの日はランチを買ってお会計をして外に出たら、すごく天気が気持ちよくって、駐車場の横に池があったので、そこでお昼を済ませました。そしてこちらはドライブ中のおつまみです。こんな感じで今回はテキサス州民が大好きなテキサス愛にあふれたお店バッキーズを紹介しました。面白くてユニークな商品がたくさんあるので、テキサスに遊びに来る機会がある方はぜひ寄ってみてください。あと近年他の州にも少しずつ出店してるみたいなので、近くにある方はぜひ行ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。